い物の差し入れがシュークリーム。いいぞ、スミス、分かった。これか、これか。これ、リーサ？リーサじゃないですか？リーサ。リーサじゃないですか？失礼な。リーサが出てる。そうだね。じゃあ今ね、リーサと思いながら。ね、リーサ。はい、それではよろしいでしょうか。見えるなるよ。では、ニッコーコー。はい、よかった。やらせていただきます。イエーイ。乾杯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 。すいません、ごめんなさい。大丈夫。すいません、こっちがうるさくなります。そしたらじゃあ、ドナドナを愉快にアレンジした、愉快なドナドナ出た。ワン、ツー、スリー、フォー。まあそういうことで、次はあの、あれだよね。あ、これだよね。おし、今日はですね、あのなんかあのセンタ、なんでウクレンジャーさんがなんかいらっしゃるっていうことでちょっと伺いしてたんで、あの私もあの勝手に戦隊、勝手にレンジャーっていうのを勝手に作りまして、イナホレンジャー、ワラレンジャー、あ、ごめんなさい、稲穂戦、何言ってんの、稲穂戦隊ワラレンジャーっていう勝手なあの、キャラを作りまして、それをちょっとやってみますね。稲穂戦隊ワラレンジャーにします。あ、曲名だったのか。いや、いや、曲名じゃなくて、だからその、キャラの、架空のキャラの、架空の、ね、架空の、手を、まあ、とりあえずしょうがないです。厳しいなぁ。まあいいや、まあ、とりあえずそういうことで、はい、そういうことです。いきます。稲穂戦隊、ワラレンジャー。ワン、ツー、スリー、フォー。
なんですけど、すいません、またを、またを、ビルマン入ってなかった、黒が出る、あれじゃあ、あのね、マジンガーデットです。あ、それはマジンガーデットだ。今日もどこかビルマンに行っちゃう、はい、次はですね、あの蚊についての、ちょっと夏なんで、ちょっと蚊についての歌なんですけど、ね、蚊ったりね、蚊についてタイムリーだ、タイムリー、これがちょっとタイムリーな感じでやっていくので、お願いします。びっくりしていきます。はい、あ、大丈夫、あ、いいですよ、あ、いいですよ、あ、気合い入れるの、そう、大丈夫、はいはい、ワン、ツー、ゴー。Thank you.
冷蔵庫に入れられて忘れられてまこけおけ私は不幸なオクラですよ。キノコだけ残されて網のままで入れられて忘れられてカラカラビギラはるばるフィリピンから来たのによ置き去りにしやがってバカ野郎、hey! 私は不幸なご飯ですお行儀が悪いから袖口につけられて忘れられてガミガミガミスギが入ります。いきます。あれ、はい、あれ説明しないの。いやでも説明しても説明しなくても次はあのほうれん草が足りないこれね入ってないのありますよ。じゃあなんかいっぱいおはがき来てますよ。あ、おはがき、そろそろだ、はい、おはがきおはがきおはがきじゃあ、あのギルさんのねおはがきすごい。途中ですけどね、おはがきのコーナー。はい、レイゼちゃん、レイゼちゃん、初めて寺に行った時は思います。スミさん、スミさん、かっこよすぎだって。あ、しのぶちゃんが。おぉ。恋してるのかな。ライバル出現だな。りっちゃん、りっちゃん、はい、りっちゃん楽しいですね、わら人形なんあとね、りんさんソロもかっちょいいって、りんさんソロやってって、りんさんソロやってっていうのがあるのね。そうじゃないよ、ベースの違う。待って、ちょっとね、りんさん目が悪いんでね、アンデスの音色が悲しいって物語ですね。ケンテちゃん、アンデスの音色が珍しいって。リンさんがかっこいい。ね、あとね、他の珍しい人が、ね、いないんですね。だからね、あめさんにケンタロウ君がいたね。パチパチ。ケンタロウ。パチパチ。パチパチ。ケンタロウさん。もうちょっと他にね、目立ったね、コメントがないので終わりにします。第2もよろしくお願いします。いくらでもいけるんで。はい、じゃあ次はですね、寸劇が入ります。ほうれん草が足りない。根っこの赤いアロー、ブルーが美味しい。
次はですね、あの会社ネタということで、この、一応、歌詞とか歌の名前があるわけないねっていう歌なんですけど、これを新人歓迎会の時に職場で歌ったら、上の人にすごい怒られちゃった。怒られた。思い出の曲なんですけど、これちょっとね、あの途中簡単なあのメロディーなんで、あの一緒に歌ってもらえるとありがたい。はい、いきます。雨が降ると休みになって疲れると休んでもいい。しかも給料めちゃくちゃ高い。そんな仕事あるわけないね。風が吹くと休みになって眠いと休んでもいい。しかもボーナスめちゃくちゃ高い。そんな会社あるわけないね。家から歩いて5分で行けて昼休みに昼寝に帰り、ただ次の日気にしなさい。そんな職場あるわけないね。ララ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 なとな。で、実はですね、これ私保育園に勤めてるんですけど、保育士さん、まあなんですけど、私は保育士じゃないんですけど、調理師なんですけど、保育士さんでまあこういう人がいましたよって話ですね。怖いですね。それではいきます。数字ぴったり。それではいいね。早かった。
ートにカナットを持ってくる人はいる。しかも毎日今日も昨日も一昨日も納豆とご飯だけ、納豆とご飯だけ。納豆は凝っているからレンジでチンする。匂いが立ち込める。俺の怒り火を灯す。納豆なやめてくれ、納豆なそれをレンジにかけないで、納豆な臭すぎる。お願いだからあなた息をしないで。納豆なやめてくれ、納豆なそれをレンジにかけないで、納豆な臭すぎる。お願いだからあなた息をしないで。残念ながらですね、あのキムチ工場に転職したらしいですね。今すべての茨城県民を見てみましたね。いやそれだけ納豆が好きです。納豆飲んだな。納豆これちょっとね、次の歌はですね、誰かコンティニューコイン入れて、コイン5分前になっちゃった。あ、5分になってた。大丈夫、コンティニューコイン入れてもらうから。結構集まってると今ちょっと見せよう。ああ、そっか、継続でか。そうですね。はい、次の歌はですね、ミクシちょっと私ミクシーやってるんですけど、ミクシーの友達があのつぶやきでつぶやいて、まあ夫婦の会話をちょっと書いてあったんですけど、まあ鎌倉に、旦那さんが鎌倉に行きたいって言ったところですね、奥さんの方が、え、あんた何言ってんの、鎌倉に行きたいってどういうことみたいなっていう話がちょっとつぶやきにあって、それ待てよ、それ本当そうかってちょっと思って、それを元にモチーフに作った曲です。まさにお寺にあのふさわしい。さっきね、お堂の前、お堂の前でリハしながらこれいいのかなって思ったけど、まあいいやって、まあ今キャバクラに行きたい。鎌倉
ぐらいにさして、うん、分かんないでしょ、うん、だけどあのなぜかというとこれね家でね練習できないんですよ。なぜね、ゆうさん、カドクラって言ったよね。まあ、カドクラ言った。カドクラ、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 カドクラ。あいつ、唇柔らかいんだよ。やめてください。はい、ゆるめね。はい、はい、次はですね、4月に、恵比寿のビールが、ビアガーデンかな、ビアホールみたいなところで、ちょっと住み使いがありまして、その時に、ビアタワーっていうことですか。ビアタワーってなんかすごいこう長いビアタワーが出てきまして、なんかこれってメスシリンダーみたいだよねっていう話をしたら、よーメスシリンダーはあるけどオスシリンダーはないよねみたいな話から、ナイジェリアはあるけどアルジェリアもあるねみたいな話からいろんなそういう風にでそれからできた曲です。あるんだかないんだかナイジェリア。まあ逆ができない。例えばじゃあ他には、何話のモーツァルト、ウィーンの飛騨太郎って言ったら全くわけがわからない。まあそういう感じの歌をちょっと作っています。まあそれは出てこないんですよね、歌詞の中で。恋の一方通行。結構ね、意外と真面目な曲なんですけど、恋の一方通行。はい。